全国大会優勝大塚雄朗さんに決定いたします。あなたは第40回記念三ツ星全国大会において当初の通り優秀な成績を収めたので栄誉をたたえこれを称します。本当に、まあ、この難しい磯節で優勝いただけるなんてちょっと思っていなかったんで本当に嬉しいです。はい、もう耳だけの練習で、で初めて生伴奏で歌ったのが去年、ここへ来て音合わせ歌ったのが初めてと言いましょうか。この気品とあとはその間の難しさですかね。